これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1アイランズ自陣18ヤードからサーダウン7。パス成功。クォーターバック10番プレーアクションからランニングバック26番へのパスを通しました。しかしゲインは1ヤードフォースダウンに変わります。先ほどのプレー、ミスホイッスルがありました。したがって先ほどのプレー無効となりサーダウンをもう一度繰り返します。プレーナンバー4の2アイランズ自陣18ヤードからサーダウン7。パス不成功。クォーターバック10番サイドライン際へのパスを投じましたがこのパスはオーバースローフォースダウンと変わります。プレーナンバー4の3アイランズフォースダウン7パント。このパントは自陣出せずアイランズ陣45ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。プレーナンバー4の4広島相手陣46ヤードからファーストダウン10。クォーターバック3番プレッシャー浴びながら右にスプリントアウトしパス。しかしこのパスは投げ捨てました。プレーナンバー4の5広島相手陣46ヤードからセカンドダウン10。パス成功ファーストダウン。クォーターバック3番ワイドレシーバー81番にパスを通しファーストダウン。プレーナンバー4の6広島ファーストダウン10ボールオン相手陣33ヤード。パス成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー8番にパスを通し約5ヤードのゲイン。
プレーナンバー47、広島相手陣28ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー8番へのパス、しかしこのパスを8番ジャグル、パス不成功、サードダウンに変わります。プレーナンバー4-8、広島相手陣28ヤードからサードダウン5。パス不成功。クォーターバック3番、プレッシャーを浴びながらパスを投じようとしましたが、パスが通らずフォースダウンと変わります。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。広島前、後半1回目のタイムアウトを使いました。プレーナンバー4-9、広島フォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル。広島ファーストダウン。クォーターバック3番、パスフォーメーションからスクランブル、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-10、広島相手陣23ヤードからファーストダウン10。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリアは27番、ゲインは約7ヤード。プレーナンバー4-11、広島相手陣16ヤードからセカンドダウン3。クォーターバック3番、プレーアクションからパスを投じようとしましたがスクランブル、ゲインはしておりますがサードダウンとなります。
プレーナンバー4の12、広島相手陣15ヤードからサーダウン2。ランニングバック27番オプションピッチを受け左オープン展開を狙いましたが、これはカバーされノーゲイン、フォースダウンに変わります。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の13、広島フォースダウン2、ボールオン相手陣15ヤード、フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー8番、キックレングス34ヤード。キック失敗、無得点、攻守交代となります。プレーナンバー4の14、アイランズ自陣20ヤードからファーストダウン10。ランニングバック26番オプションプレーのピッチを受けオープンを狙いましたが、これはカバーされ約2ヤードのロス。プレーナンバー4の15、アイランズ自陣18ヤードからセカンドダウン12。パス成功。クォーターバック10番プレーアクションからワイドレシーバー、失礼しました、ターゲットを見失いましたが、ロングパス成功でファーストダウン。失礼、パス不成功です、失礼いたしました。
プレーナンバー4-16、アイランズ自陣18ヤードからサーダウン12。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、ファーストダウン。プレーナンバー4-17、アイランズ自陣33ヤードからファーストダウン10。QB サーク、クォーターバック10番、ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これを広島が QB サーク、ファンブルしましたが、これは味方が抑えております。しかし大きくロス。プレーナンバー4-18、アイランズ自陣28ヤードからセカンドダウン15。ランニングバック23番ハンドオフから右オープン展開、ゲインはしかし2ヤード。プレーナンバー4-19、アイランズ自陣30ヤードからサーダウン13。試合時間まもなく2分を切ります。クォーターバック10番、パスを投じようとしましたが、プレッシャーから右に流れ、そのまま外へ出ました。フォースダウンに変わります。アイランズパント、広島8番リターン、セカンドエフォートで相手陣に入り、ここから広島の攻撃となります。プレーナンバー4-21、広島相手陣45ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分31秒。パス不成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー11番へのパス。しかしカバーされており、パス不成功。プレーナンバー4-22、広島相手陣45ヤードからセカンドダウン10。試合時間残り1分23秒。パス不成功。クォーターバック3番、
ワイドレシーバー2番へのパスでしたがオーバースロー、サードダウンに変わります。プレーナンバー 4-23、 広島相手陣45ヤードからサードダウン10、ボールオン相手陣45ヤード、試合時間残り1分17秒。パス不成功。クォーターバック3番、スクリーンパスを狙いましたがカバーされており、パス不成功、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 4-24、 広島フォースダウン10、パントフォーメーションを選択。パンター7番、ボールオンは相手陣45ヤード。このパントをコントロールよく、ハイランズ陣5ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。プレーナンバー 4-25、 アイランズ自陣5ヤードからファーストダウン10。ドロープレー、パスに短けたランプレー、キャリア23番、しかしこれはカバーしており、むしろ2ヤードロス。プレーナンバー 4-26、 アイランズ自陣3ヤードからセカンドダウン12。試合時間残り30秒を切りました。中央へのランプレー、キャリア23番、ゲインは約5ヤード。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス0点、クラブアイランズ0点、両者無得点でドローとなりました。Yeah.